これらのデータ。メビウスはまだ例の計画を諦めていない。僕もアポニアもこの件を知らない。ビルビー、どうして彼女はこの件を僕たちに教えなかった？彼女らしくない。いや、一つだけ例外がある。どう？対ケビン武装の新たなタイプの構想はかなり有効だと思わない？名前も考えておいたんだ。666。絶対に簡単で覚えやすいでしょ？君たちの力比べに参加するつもりはないけど、相手を消滅させる武器として楽園を丸ごと使うだなんて、大げさすぎると思わないかい？確かに、私もそう考えたことがあるよ。最も成功した自分の作品の一つを壊すんだ。惜しまずにいられない。でもそれ以外に相手を一瞬で抹消する方法なんて考えられないよ。私の相手はこのケビンなんだから。君も何か言ってみたらね。これは君のために特別に考えた道具なんだから。コメントとかはないの？僕のデータを削除することは僕の存在を消すことと同じではない。否定はできないね。なんと言っても、私たちはデータという形でしか存在できないし。データの脆さを受け入れるなら、その永久不滅なところも受け入れないと。というか、視点を変えてみて。もし私が何らかの形で、ケビンの情報、記録、思考、記憶を全部消せたら、社会的に君を完全に抹消したことにならない？その方法は？まだ思いついただけの段階だよ。でも、メビウスが楽園のデータを通して現実に影響を与える方法を研究してるって聞いたよ。原理はそう変わらないし、彼女が実現させたらそのまま使ってもいいでしょ？メビウスを警戒してくれ。あ。そして君は、方法を見つけたら何でもやってみるといい。じゃあ、楽しみにしてるよ。その日が来たら、君も今のように落ち着いていられるのかな？しかし、なぜ？いや、もしかしたら。Thank you.
初めて私に会った時、君は何を思った？この人はいつも嘘をついてるみたい。そうでしょう？では、質問させてもらうよ。もし、一人の嘘つき、いや、一人の詐欺師がついた嘘を隠さない場合、それは正直と言えるのかな？あ、そうだ。君は今困惑してるよね。こいつは誰？どうしてこんな真っ暗な場所で意味のわからないことを話してるの？とかね。まあまあ、ごめんね。だってこんな場所にいたら少しでも音とかがないときっと怖いでしょ？まるで私がここに入れられた時にそう感じたみたいに。そう、ここは私の視界、私の世界だ。君も知ってるように、ある滑稽な理由で私は悪念の檻にされたんだ。それから5万年の間、私の世界にあるのはあの暗闇だけだった。5万年だよ。その長さを理解できる？外の声や音、私自身が話している内容も聞こえるのに、何もかもが触れられないほど遠かった。彼女たちの世界では時間は動き、天体によって昼と夜が絶えず入れ替わる。しかし私の世界では時間は何も変えず、果てしない憎しみだけを生み出す。私は毎日こう願ってた。新たな悪念がここに、私のいる場所に追放されるようにって。いつかここには悪念を置けなくなり、必死に隠していた暗淡が一気に暴かれ、再び私たちを破滅へと導く。それと、しかし、古の楽園は現実と違う。ここはよどんだ水のような場所。悪念の誕生には土と水やりが必要だ。だから私のケーキに終わりは来ないだろうと思ってた。けど、絶望するような人間が悪人になるはずがない。私はビルビー。5万年間の暗闇は私を変えなかった。私は時期を待っていた。いつか来ると分かってたから。だからリツシャが古の楽園に来た時、私がどう思ったか知ってる？残念だ。彼女は崩壊の代行者じゃないのか。決まったやり方に従うなんてがっかりだ。去る時までビルビーの気を引けなかったのかって思ったんだよ。でもすぐに彼女は戻ってきた。そして今回、彼女はあるものを持ってきた。今はそれと呼ぼう。古の楽園にとってそれは恐ろしい災いとなる。だけど私は喜んで波をさらに大きくしよう。もちろんビルビーはすぐにそれの存在に気づいた。けど天才としての傲慢さから、彼女は別のもの、あの実験の余波だと勘違いした。彼女はすぐに自分のミスの代価を支払った。相手は簡単に彼女を侵食し、その全てを奪おうとしたんだ。その時、彼女は2つ目の過ちを犯した。
彼女はある予備プランを思い出した。私のことだ。そう、戒律から抜けた時のように彼女は自身の思考領域を壊そうとした。私はもう一度犠牲になり、彼女に対するそれの侵食を受け持つことになったんだ。5万年の時の中で私は初めて釈放されたのに、すぐに処刑されてしまった。5万年の時の中でようやくこの世界のあるべき姿が見えたというのに、私が誕生した場所、それとの再会がまさか死を伴うとは。だけど私は悔しくなかった。とにかく素晴らしかったよ。その手で私に死を迫った時、彼女は悪になったのだから。それで私は何を決めたと思う？裏切りの他に君はもっといい答えをくれるのかな？ほう、その表情、あまり私を信じてないみたいだね。当ててみよう。そもそもそれが私を見逃す理由がないはずだと君はそう考えてる？それが簡単にビルビーを倒せたんだから、私のような助っ人が増えたって意味がないよね。答えは最初は確かにそうだった。それが私を見逃したのは、自分たちが求めるものが一致してるからなんじゃないかって、私はそう考えた。だけどその後はそうとは限らなかった。だって何も変わらない楽園の中には唯一の可変要素が存在してたからね。そうでしょ？そう、記憶体ではない上にそれが手も足も出ない存在。その可変要素を消せる人がいるなら、友達にくらいなれるでしょう。どちらかというとアポニアが啓発してくれたんだよ。一時的とはいえ、今君は私の思考の中にいる。そして私は新たな領域を作り、彼女たちが私を閉じ込めたように君を閉じ込めるんだ。その期間は今回永遠になる。一応いい知らせもあるんだ。少なくとも君に受け入れてもらう悪念なんて私にはないよ。ただそれが生きてると言えるかどうかは私もわからないけどね。私に消された、全員私だから。少し寂しいけどリスクは残せない。幸い私は自身の真似が割と得意だしね。そう思わない？それは教えられないな。鎌をかけることは君のお箱だって知ってるからね。言ったはずだよ、今のは全てパフォーマンスだから。セリフも全部慎重に選んでおいた。私を倒せる手がかりなんて与えるわけがない。そんな口数が多いせいで失敗してしまったような滑稽な悪役になりたくないもの。彼女？ああ、そうだけど、それはアクシデントだったって言ったでしょ。
私の行為も全て生きるためにしたことだからね。この世から私が消えることが善良な者たちが安全に生きるための代価なら、その逆の場合、悪が安全に生きるための対価をどうして受け入れられないの？ほう、その通り。あ、もっと正確に言うと、必ず現実に危害を加えるかな。簡単だよ。メイの姉ちゃんと友達になりたいんだ。何度も削ったのに、まだ律者の力を使う余裕があるの？いいよ、どんな代価になるかはわからないけど、少しくらいこの好奇心に付き合うのも悪くない。雷の律者、人々が悲劇の主人公を好むというのなら、これから失敗すると決まってるのにもがいて、このステージで閉幕の前奏を奏でるといい。思考がどうやって分割されるのか、今君はそれを目撃することができる。もうすぐこの領域は隔離された鳥かごになる。あ、間違えた。墓穴の方が正しいのかな。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。おや、そんなに私の思考を細かく分割してほしいの？同じ場所にいた方がお互いの時間を節約できるのに。賢いんだね。同じ場所にとどまらない限り、私はうまく分割できない。でも、どうして君のペースに合わせなければならないの？こういうことだよ。私は特に何もせず、静かに君が逃げてる姿を眺めることだってできる。君の体力が尽きて止まらざるを得ない時に、私が優しく一切りしたら、それで終わりじゃない？でも君はそれを知ってもなおとどまることができない。でないとすぐに死が襲ってくるから。面白いでしょ？大多数の人たちの人生と似てる。見ていられないよ。この先にいつ訪れるかわからない死があると知りながら、止まるわけにはいかないってね。
おや、説明を忘れたようだね。ここが今こんな姿になってるのは、万物を閉じ込めるホタルとなり、君が原因だよ。灯火として暗い道を照らせ。君の全部を私に見せてくれてありがとう。そのおかげで私は後世の悪意を見ることができた。それを後世の律者の埋葬に使うだなんてぴったりでしょ。おや？もう諦めたの？もう少しもがいてよ。まだ満足してないんだから。いいよ。ここまでにしよう。さよなら、愛しいお客さん。ライデン・メイ。この名前で間違ってないよね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。吠えなさい、クリカラ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。吠えなさい、クリカラ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。私の口数が多すぎたかな。それで？まさか私が君の意図を見破れないとでも？私と正面から戦うのが唯一の機会だって、
そう思ってるの？ああ、実に残念だ。もっと公平に全てを終わらせるつもりだったけど、君はこのチャンスを大事にしてくれなかった。まあいいや。ちょっと面倒になるけど、君の絶望する姿を拝めないなら、苦しむ姿を楽しむのも悪くないしね。雷の律者、君は誰かに手足を折られたことはある？残念ながら、私は君の知ってる英傑と少し違うの。君から何かを得るつもりはないし、これも試練やテストなんかじゃない。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。これは本物の演出、あるいはいじめ。おや、さすがだよ。でも君も一つ前の世代の律者と向き合ったならわかるはずだよ。今の称賛が本音じゃないってね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。どうやら私の友人がこれ以上見ていられないみたいだ。残念だよ。君が死ぬ時はなすすべがないという表情じゃなくて、相手が不正をしたことに対する悔しいって表情になりそうだ。つまらないよ。続けて。前に私は獲物をもてあそぶようなゲームは好きじゃないって言ったけど、それはあくまで手を滑らせる可能性がある時だけでね。勝負がすでに決まったのなら、余興として相手になってもいいよ。やっと諦めた？ああ、だってずっとそれって呼ぶわけにはいかないでしょ。けど想像よりも早く戻ってきた。どうやらそう苦戦せず戦後を片付けられたみたいだ。
さて、子供だましみたいにここまで付き合ってきたけど、君自身が賢い人だって勘違いさせたことについては悪いと思ってるよ。そんなに驚く？どんな記憶体でも取るに足らないものにする存在だって言ったはずだけど、私がその代弁者になることで君や他の英傑に対抗できる力を手に入れても別におかしくないでしょ。謎解きに時間をかけて私の嘘を見破ったと思ったら、自分が分析してたどり着いた真相がもう一つの嘘だったとはね。君がここに足を踏み入れた時、私は目的を達成した。その後何があったとしても大したことじゃない。もういいよ、うんざりしてきたから。さよなら、かわいいお客さん。なるべく大きな声で泣いてね。だって自分の愚かさのせいで死ぬなんてかなり悔しいでしょ。接触？いやいや、それは君が持ってきたものだよ。どうしてそんなに鈍感なの？さて、これは幕が閉じる前の最後の転接だ。実を言うと、悔いになるのは好きじゃないし、君と触れ合うことに対しても興味がない。だから抵抗はしなかった。今ならその理由がわかるかな。だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。あの一瞬、確かに見えたわ、崩壊の意志が。もちろん私の質問に対して価値のある答えなんてくれなかった。本当に私に似合わない表現。どうしてあなたが戦後、ちょっと待って、エデン。彼に触れないで。近づかないで。
やはり彼の記憶体はもうボロボロ、消えるまであと一歩ってところだよ。では相手の動きは私たちの予想よりもずっと早かったのね。千号が助かる可能性は？あまりない。かわいそうな子、彼の意識はおそらくもう消えている。この体に残った本能でここまでやってきた。こんなことができるのは彼だけ。つまり何の手がかりも残せないまま消えた犠牲者がもう一人増えたってことね。そうでもないよ。幸い彼の本能はその体を私のいる場所に向かわせた。私が深くまで入り込めば彼の意識の余人に触れ交流できるかもしれない。ただ千号の存在はもういつ消えるかわからない状態だよ。壊さない前提でそれをするなら私も集中しないといけない。私が彼の心境から抜け出すまでこの体は抜け殻同然になる。その間エデン、どうか私を守ってください。かつて戒律を与えた時と何の違いもない。ここは確かに千号の心境だけど、これらは楽園の中だけで現れるんじゃなかったの？迷いの旅人、私がバンブルを断絶せよ。さっきのは千号の心の歪み。彼女たちの光は最後に私が守る。いいえ、あれらは外からのものだ。私以外にも彼の思考に侵入できる者がいるの、千号。だからあなたは何があっても私のところに来たの。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ、日を追う英傑第六位。これは千号の声だけど、この言い回しは遅すぎるぞ、アポニア。逃げられた。千号、よかった。あなたはやはり簡単に消えるような人じゃなかった。余計なお世話だ。俺の体を見たのか？ええ、もうすぐ崩れる。どうしてあんな風になったの？おかしな相手だ。
俺が楽園を壊そうとした時に奴がやってきた。戦ったらこんな風になった。それって正面から戦ったの？そいつの分際でそんなことができるとでも？自分で見ればいい。お前はずっとそうしてきただろ。いいでしょう。では失礼するよ。どうして戦後、それは思考でも私たちのような記憶でもなく。なんだ、今となってやっと分かったのか。今まで私を避けてきた存在はそれだったの。そしてそれが彼らがこの世に残した最後の声をこんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は奴にゆっくり味わわせるといい。あんな人間じゃない奴に対して。遠慮はいらない。戦後、
これが俺の結末なのか。笑える。気が済んだらさっさと失せろ。俺を見とる相手がお前だったらさすがに気色悪い。いいえ、少なくともあなたの最後の思考を保持させて、全てが終わったら私はあなたを。はあ、アポニア。そうだね、全てが終わったらなんて、今の私にはそういう約束をする資格はない。あったとしてもそうさせるつもりはない。死は大したことじゃない。俺は一度死んでいるからな。だが俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかくありがとう、戦後。少なくともあなたは私に向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に私もすぐに行くから。その通りだ。お前も俺も地獄行きだからな。その時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろう。だがすぐには来るな。お前と一緒に行くのは嫌だ。ええ、いいでしょう。私も楽しみにしているよ。ではまた、戦後。待て、もう一つ約束しろ。え、今回俺はサクラの無実を証明した。そうだろう。俺の体が証拠だ。彼女は裏切り者なんかじゃない。あいつらに全員に教えろ。彼女の無実は俺がこの手と引き換えに入手したんだ。あいつらの施しなんかじゃない。そうだね、戦後。サクラは裏切り者なんかじゃない。あの時も今も。次は私が罪を償う番だ。かつての借りは一つずつ返すから。それが分かったならいい。もう失せろ。少し静かにしてくれ。アポニアさん、うまくいったの？もう邪魔しないであげましょう。
彼の人生は騒がしいものだったけど、少なくとも今は静かに言ってもらいたい。やめろ。幻覚なんていらない。戦後分かっている。これ以上はやめて。黙れ。俺が本当に手に入れたいもの、俺にはその資格がないと分かってる。だが今度こそ俺は確実に何かを守ったじゃないか。答えろ。確かに守ったよ。眠りなさい。あなたはもう何も失わない。その体、ええ、ごめんなさい。戦後は自身の命で私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。最後の印となるものの場所に向かって、そしてその持ち主をビルビを守りなさい。私たちの中に裏切り者はいないけど、記憶体である私たちにとってここで向き合う敵は終焉のような存在なの。エデン、それが来たの。この古の楽園の中に神職の律者はもう
やはり信じられないな。侵食の律者がもう誕生したなんて。しかもこんなガイドロボットにな。だが事実だ。この機械はあるはずのない意識を持っている。拡散したいという欲望、今これと接続している私でさえ感じられる。律者になるには人類である必要があると思ってた。人類というより思想なのかもしれないな。境界線を引くのは難しい。少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っている。そしてそれは人類にとって最大の幸運になる。奴が停止した実験室の中に留まったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか。何しろこの侵食の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう。成長する機会もないから力はまだ弱いままだ。おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由もそこにあるのかもしれないな。もちろん何らかの手段で3つの組織の包囲網を察して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが、とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか？全部ここにある。これで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体でもう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか？いや、確信はない。だがあらゆる外向きの侵食の源はこれで、内向きの部分は見当たらない。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。もし本当にそうだとしたら、少なくともこの任務に対して私たちにできることは何もない。この件は事実通りに上に報告する。次はリストにある設備を見つけて壊さなければ。ああ、だが手段には気をつけてくれ。我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているか？ああ、私たちが一歩遅かった場合の話だろ。予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたら、その瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解する。
そして窮地で生を求めるという意志も生まれる。生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる。前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と憤怒のようにな。さて、これからもう一つ君に頼みたい仕事がある。今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。他に方法はないのか？かつての人類たちがどうやって侵食の律者に勝利したか覚えているか？彼らは奴を黒い箱の中に封印した。今回の黒い箱は君の目の前にいる。残念だ。お前が一生ネットに接続せずにいられるなら他に方法があるかもしれないが。やめておけ。私のうぬぼれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことに気づいたら大変なことになるぞ。さて、黄泉の杖を取り出してくれ。そろそろ別れの時間だ、友よ。少なくとも最後ぐらいお前の願いを教えてくれてもいいんじゃないか？いや、やめておこう。いざ口にしたら。私も死にたくなくなるから。外にいるんだろ？ここを去る前に挨拶くらいしてくれると思ったんだが。もうしばらく悲嘆に暮れる時間が必要かと思いまして。あいつとのことを言ってるのか？お前とは関係ないだろ。そうですね。では私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所であなたに傷つけられたバルキリーがいましたよね。しかもちろんです。ただ今ではありませんし、あなたが想像するような形でもありません。じゃあ礼を言っておくよ。どういたしまして。何せこの世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく今回は天命として律者を止めるため貢献してくださったことに感謝します。ではナターシャさん、また。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。
かしそんなこと本当に可能なのか。だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。どういうこと？あの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったの？それに、楽園に設置された経路も、少し変わってる。渡りガラスもずっと戻ってこない。どこに不具合があったの？わからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、描きたいもののイメージが湧いてきたかも。あなたの来訪は、楽園に破滅をもたらす。私たちは、あなたのせいで、ここが瓦礫となる結末を見たくはない。この手であなたの命を、終わらせないといけない。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。
桜。奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。ほう、これが君の過去？さあ怖がらないで。私は彼女じゃない。君を傷つけないよ。気づかれたくないって？問題ないよ。私たちは友達。そうでしょ？私が証明してみせるから。彼を頼る。さて、この薄い膜があれば侵食の律者には私たちの会話は雑音にしか聞こえない。嘘はついてない。ただそれはこの膜の中にいて私たちを見てる。これが私の発見だ。しかし、なぜ君が？アポニアもスーも気づいていなかった。ウイルスだからね。イニシエの楽園の媒体、つまり楽園を存続させている設備に侵入しているんだ。私は楽園の建造者なのに、彼らより後に気づいたらさすがに失格じゃない？次は私の腕にあるダークグリーンの痕跡を彼に見せる。本当は贈り物だけど、今は一種の証明になる。もうすぐ私も完全に侵食され、そいつの一部になるだろうね。今言ったように侵食の律者は私たちを直接削除する能力すら持ってる。でもデータは律者が成長する土台だから、削除は自尊を意味する。選べる状況なら奴は私にしたように相手を侵食し自分のものにすることを選ぶだろう。これは私たちの唯一のチャンスだ。ケビン、奴に勝ちたければ私と共に演出を成功させて。続けてくれ。君は私たちの中で最も鋭いナイフ。奴に握られたら終わりだ。だから今すぐ死んでほしい。ああ、誤解しないで。私の手で君のデータを削除するって意味だから。そのケビン消滅ボタンを使ってね。本当に可能なのか？それを言ったら前から可能ではあったんだけど、意味がなかったから。私のあらゆる発明と同じように、それにもバックドアがあるから、消滅したとしても復旧できる。僕に騎兵として死んだふりをしてほしいのか？今はまだはっきりとは言えない。演出が始まる前に私は侵食の律者に投降して、その件に乗じてエリシアの状況を確認する。確かに投降だけど、演出はもうとっくに始まってる。言うまでもなく、タイプライターの客観性は疑いようがない。だからたとえエリシアが本当に削除されたとしても、決まった答えを受け入れるしかない。答えはすでに決まってる。
けど、ケビン、君は信じたくないんだよね。時間は？今夜だよ。もちろん、そのまま帰ってこられない可能性もある。考えておいて。君にはまだ半日の時間があるから。全然難しくない。そうでしょ？ふっ。バックドア。開けることができれば、閉じることだってできる。わかった。少し待ってくれ。それと、もう一つ質問がある。君は誰だ？私が誰だって？どうして急に昔のことを思い出したんだろう。これは勝利の喜びなのかな。隠れてないで出てきなさい。そこにいるのは分かってるのよ。ビルビー、いいでしょう。メビウス、次は君だ。さすが君だ。一目で私の体にある痕跡に気づくとは。見覚えがある。そうだね、新色の律者なの。私の仕業だって思ってる？もちろんだ。君は昔から似たような実験をしてるよね。侵食の律者の真似をしてウイルスを作るとか。まさか私が止めた後もまだ諦めてなかったなんてね。当時はその件で大喧嘩したのに。黙りなさい、ビルビー。聞いて、これは。そう、研究し尽くし、模倣品まで開発したものとして。メビウス、君なら当然、今の私が何らかの監視を受けてるってわかるはず。君は私の言葉の意図を汲んで合わせようとするだろう。私にあれらの実験品と本物の侵食の律者に何の違いがあるかを説明するんじゃなくて。だったら何？私を止められるとでも思ってるの？とぼけないで、メビウス。最初は確かにあれは君の実験品だと思ってた。まさかこの時代の本物に出くわすとはね。君に真相を教えよう。私はすでに奴に投降した。今日ここに来たのは君をその一部にするためだ。ビルビー、あなたの分際で。そう考えるんだ。君のような賢い人ならすぐ気づくはずだ。私が過去の実験の話をしなければならない理由に。私がすでに完璧な計画を考えていることを君ならすぐに理解できるはず。そして
本当の意味で私に騙される。本当のことを言うと、ケビンはすでに私の手で抹消された。簡単にね。メビウス、彼と比べて君はどうだろうね。手下を一人片付けたくらいでしょ。その違いはやってみればわかるわ。後のことはさほど重要ではない。計画なんてあるわけないでしょ。賢いメビウス、私の唯一の計画は私が本当に計画を考え出したと君に信じさせることだけど、あなたが完全に消える前にもう一つ質問があるわ。あなた一体誰なの？そうだね、私は一体誰なんだろう。やっと来てくれた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？あまりにも普通でがっかりさせちゃったかな。全然驚いてないんだね。それは本当に持ってる能力だよ。ただそれを手にする前から私は簡単に他人になることができたんだ。今とあまり違いがないかもしれないね。なんて言えばいいかな。確かに彼女は井戸を含めた領域を全部破壊した。だけど井戸は必ず井戸の領域にいなければならないというルールはないでしょう。あそこは最初から何もなかったからね。私の些細な癖みたいなものさ。それに雲で例えてみようか。8本の足を持っていても
それは胴体にしか生えないでしょう。胴部である私は雲にとって必要なパーツなんだ。しかし残念なことに、足がなければ胴体は歩けない。だからこういう形でしか君と会えないんだ。ごめんね。真剣に謝ったら受け入れてくれるかな。こんな風に言う資格はないかもしれないけど、信じてほしい。ここは私の思考だからね。ちょっとした偽装くらい簡単だよ。それに気づかれないようにするのはかなり大変だったけどね。少なくともあのヴィルヴィーに自分が勝利したって本気で錯覚させる必要がある。彼女は認めないだろうけど、君は確かに強敵だった。意志と力の二つの意味で君に勝ったことで、彼女は数時間は喜ぶだろうね。うん。どうやって古の楽園に来たかは、君も知ってるんだよね。あまり自分を責めないで。君がいなかったとしても、それはいずれここにやってきた。もしそうなったら、状況は今よりもずっとひどくなっていたはずだよ。視点を変えて考えてみて。君があれと会った後すぐに楽園に来なかったら、今頃現実はとっくにめちゃくちゃになってただろう。はあ、君は私と同じでミスを気にするタイプなんだね。君のしたこと以上に、それがここまで成長した事実を考えれば、私の方が責任を取るべきなのかもしれない。最初は専門家がそれに気づいたんだ。そのせいで一人目の被害者となった。私もその時に目覚めざるを得なかった。それ以上かもしれないね。生きてた頃からよくこういった状態だったんだよ。もちろんこれにもバックドアを残しておいたんだ。思考領域が半数以上消えた時、私がどれだけ嫌がっても目覚めることになってる。だってそんな状況で考えられる可能性は一つだけ。私が本当に死ぬことになる。目覚めたからといって形勢を変えられるとは限らないけど、少なくとも残った人たちに別れを告げることができるでしょう。いや、あの時はまだ私は完全に目覚めてなかった。そう決めたのは指揮者だよ。あ、ごめん、いつもそう呼んでたから。君の認識だと彼女は一人のエンジニアかな。君たちは互いのことをよく知ってると思うけど。その通り。彼女は私が初めて分割した思考領域だった。正直に言うと、あの時はまだ慣れてなかったから
うまく調節できなかったんだけどね。だから彼女には工事関連の知識の他に主観的で感性的な認識が多く入ってるんだ。そのせいで彼女は私によく似ていてね。そうだよ、私にも自分だけを信じたい時があるから。それが私たちが彼女を指揮者と呼んでる理由でもあるんだ。彼女はミスを一度もしなかったからね。今回以外だけど。というより私が今したことの全てはそのアクシデントを逆手に取った行為でしかない。そのアクシデントがなかったらビルビーはあの時に退場していただろうね。多分指揮者はそんな状況であの領域が裏切るって見抜いたんだろう。自身の特殊な能力を使い侵食の律者の盟友になり他の領域を壊すとね。そうなったら私は運よく生き残り誰も知らない暗闇にとどまることになる。だから彼女はそうしたのかもしれないね。なんたって私を一番理解してるのは私自身だから。ただほとんどのデータを失ってさらに侵食の律者の監視下にいたから。監視を交わして君と話したければここ以外の場所はなかったんだ。ちょうど彼女も君を招きたかったことだし。ああ、そうだね。うん、そう、何の価値もない。だから起きるべきじゃなかった。いにしえの楽園の最強と主、彼らは侵食の律者が優先的に片付けたい目標だ。そして彼女なら気づかれることなく達成できる。ここまでは分かりやすい。方法？ケビンの場合彼女はこう話すだろうね。騎兵になってくれないかと。彼女のケビン消滅ボタンを使って。彼女の本意は欺瞞だけど言ってることは事実だ。あれは専門家の作品でバックドアも存在する。だからそれを閉じようとする彼女を阻止すればいい。タルドも同じだよ。あの子が消えた時侵食の律者はまだ戻ってきてなかった。あのビルビーも一応天才だからきっとケビン消滅ボタンが他の記憶体に使えるように改造したんだろうね。それならパルドは今ケビンと同じ場所にいるはずだ。ケビンを解放する時ついでにパルドも一緒に解放すればいい。メビウスに関しては彼女の嘘を見破ったくらいだ。
あれはメビウス自身の選択としか言いようがない。だから公表の権利は彼女に渡したい。もうすぐその答えがわかるはずだよ。エリシアは…私も信じたくなかったけど、律者は彼女のデータを全部削除したみたい。あのビルビーがタイプライターを壊し、ケビンが死んだようにデータを偽造したのは、彼に復活の可能性があることを知られたくなかったからだ。でもエリシアが消えた夜、絶対に客観的なタイプライターはまだ壊れてなかった。だから理由についてはごめん、私が目覚める前のことだったからよくわからない。多分私たちをバラバラにして英傑同士を対立させることが律者の目的の一つだったのかもしれない。さて、これで君は事件の全貌を理解したよね。これから私たちがすることは二つしかないよ。一つ目はあのビルビーを倒して君を私の思考から解放すること。かなりの苦戦になるだろうね。何せ彼女はビルビーの半分に近い思考、すなわち半分に近い知恵を持ってるから。もしかしたら君も私も侵食の律者も彼女にやられるかもしれないね。彼女はそうなるように考えているはずだけど。二つ目に関してはもっと難しい。君は侵食の律者に勝たなければならないし、できるだけ全員にとって最善の結末を作らなければならない。うん、これを昔の私がエリシアと交わした約束だと思って。ごめんね、君にやってもらうしかないんだけど、彼女は気にしないはずだよ。詳細は一つ目の件をクリアしてから話そう。本当にクリアできたらね。それで私の提案を受け入れてくれるかな。ありがとう。静かかな。ビルビーは全員天才だからね。そして私はただの、まあいいや。出発しよう。こういう格好はめったにしないから少し恥ずかしいな。あ、そうだ、もう戻れないかもしれないから
探し物に付き合ってもらえないかな。その調子を整えるみたいな。それもそうだね。ありがとう。どうして。あ、ここかな。あの、君は。ちょっと小さくなっただけでもうわからないの？久しぶりね、ウィルビー。私、どうして私なの？その辺にしなさい。自分の失敗はそれほど受け入れられないものなの？ちょっと見損なったってそう思ってしまうじゃない。でも私は天才のはずなのに。ここに天才じゃない人間なんているの？みっともないわよ、ウィルビー。ちゃんと私の才能を全部彼女たちに分けたのに。全部、すべて。なのに、どうして？一体どうしたの？まさか、知り合った時のあの自信満々な態度は演技だったの？どうして彼女たちはいなくなったの？はあ、こんな手も足も出ないような時間は本当に見てられないね。あの時、私は本気で、彼女たちが私から離れたって思ってしまった。でもどうして？これを試してみようかな。でもどうして？僕が命じられたのは命令の伝達だけだ。理由は知らない。じゃあ君自身の意見は？何せ対ケビン武装の話なんだよ。それに関連する研究がメイ博士に禁止されて、君はどう思ってるの？ほっとした？本当に話す気はないの？一応私たちは昔なじみでしょ？その理由は君自身が知っているはずだ。え？ビルビー、君はずっと不可能なことをしている。ちょっと理解できないんだけど。最初から僕に対抗できる単独で成立する武装はないと君は知っているだろう。それで？だからそれは不可能だ。
たはずだ。あ、いや、キャビン、ごめん、君に聞いてるわけじゃない。彼女たちに聞いてるんだ。今になっても誰かと目を合わせることは苦手だ。特にケビンが相手だとね。でもどうしてだろう。あの時彼女たちが何を証明したかったんだろう。じゃあ、どうして？実に懐かしい声だ。ここにあったんだね。それでこれが本来のあなたなの？一人の詐欺師？すごいわね。驚いてるふりはやめて。とっくに君に見破られてることは分かってるから。私のために掛け合ってくれてありがとう。昨日ようやく君の名前を知ったよ。だから今日私に会いに来てくれたの？うん、嬉しいわ。それであの島で何があったの？メビウスったら全然教えてくれないんだもの。話したくないなら別にいいんだけどね。そう、あなたとメビウスの秘密ということにしましょう。私気にしないわ。でもあなたを説得してほしいって彼女に言われたの。内容をそのまま教えるわね。彼女曰く、火を追う蛾が向き合ってる敵が一体何なのか、あなたはもう分かってるはずよね。崩壊。その通りよ。実際に審査を行った人たちは全員あなたを天才だって認めてる。魔術師、メカニック、コック、あなたは短時間でどんな人にもなれる。事実を詐欺に使おうだなんてロマンチックね。今まで見たことのない才能だわ。ただあなたと似たような天才はここにもたくさんいるのよ。例えばメビウス、彼女のことはもうよく知ってるはずよね。うん。そんな人たちでも崩壊と向き合うときは手が回らなかったり、簡単に犠牲になったりするの。今あなたが望めばここに加わり残ることができる。けど彼女としては離れてほしいみたい。同類として彼女なりにあなたを案じてるのかしら。あなたはここで人生で初めての失敗に出会うかもしれない。自分の限界や
あなたにとって不可能に近いことに気づくでしょう。彼女はあなたと同じタイプの人間だから知ってるのよ。天才にとってそういう苦しみは死より辛いって。メビウスはとても優しい人でしょ。でも私としてはここに残ってほしいと思ってる。だって寂しそうな表情をする可愛い女の子に抵抗するなんて私には無理だもの。寂しそうそうかもしれないね。メビウスの言いたいことはわかるけど、心配はいらないと思う。だって彼女と似てるなんて思ってないし、ましてや私は彼女のように優秀なんかじゃない。はじめに他の人になった理由は単に自分が好きじゃなかったからだ。何かをする才能が私にはあるのかもしれない。けどそんなの大したことじゃない。君の言ったようにここに私に劣る人はいない。なら失敗、限界、不可能は当たり前のことじゃない？ビルビーは天才なんかじゃない。ちょっとした才能を持った愚人なんだ。多くの人が私の周りでそう教えてくれることが嬉しい。ただそれだけだよ。そう、私にも自分が嫌いな時期があった。自分を卑下する時期が。私は一生をかけて劣等感と和解した。今ようやく客観的に自分のことを見つめられるようになった。もしいずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。だけどそんな私はもう私じゃない。今日ここに立つビルビーもいないだろうね。最初から存在しなかったのかもしれない。でも久しぶりに彼女の声を聞けて嬉しかった。信じられないかもしれないけど、私は君の知ってる他の英傑とは少し違うんだ。私は生きてた頃でもほとんどの時間は眠ったままだったんだ。経験から考えれば二十歳の女の子でしかないよ。何か問題でも？ここにいる誰よりもこの証拠は私にふさわしいでしょ？さてこれから
どうやって彼女のそばに行こうかな。一応私の思考は結構広いし。待って、まさかそのドラゴンに乗るつもりじゃ。え、待って、押さないで。君、ありえない。あの領域は確かに消えたはずだ。君だね。やっぱり私たちはあってもなくても変わらない足で、君が唯一の胴体。そうだね。私が消えない限り君は永遠に存在する。あってもなくても変わらないは違うけど、後者は合ってるよ。会うのは初めてだよね。その、元気？うん、元気。すごく元気だよ。やっと現れる勇気が湧いてきた、ということかな。勇気とか、そういうわけじゃ。ただ、指揮者に小さな嘘をついただけ。なんとなく、すべてが終わる前に、君に真相を教えるべきだと思ったから。すべてが終わる？ふん、わかったよ。君の計画だと、彼女が最も重要な部分なんだね。どうして、彼女ならできると思うんだ？それは、私たちの疑問でもあるんじゃない？このビルビーという名の人間は、あれだけの奇跡を作った。どうしてできたと思う？私たちはどちらもビルビーだし、回りくどい話はやめよう。今まで会ったことがなかったから、君に教える機会もなかったけど、君は一体誰なの？君はずっとその答えを知りたかった。そうでしょ？詐欺師のもう一つの嘘。そうだね。そんなの、君に教えてもらうまでもない。ここに現れる勇気があるなら、私たちの形成は対等じゃないって。知ってるはずだよ。うん。だって今の君は、私が侵食された後に残った全部のデータだもの。君が存在しなくなったら、私もかなりの確率で消える。厳密に言うと、絶対にだ。確かに。ちょっと自分を慰めるつもりでそう言っただけだよ。そうなると、いくら考えても
私が頼れるのは奇跡しかないかな。いい、すごくいいよ。螺旋の英傑、本物のビルビーはどこから来るかもわからない奇跡を頼らないと自分を助けられないんだ。うん、そうなんだ。それは予想外の喜びだ。なら期待して、とことん期待すればいい。できれば私があの暗闇でした期待よりもずっと強く。そうすれば君が幻滅する姿をもっと楽しむことができる。君の悲鳴こそ。じゃあ頼んだよ。正確に言うと私たちとは言ってないし、ただ見るという勇気もない。恐怖に私に服従しなさい。君が切に願った奇跡はこちら側の味方だよ。何？強風に別に驚く必要はないでしょ。自分の思考の中なんだから。外からの力に対して何もできないわけじゃない。切り裂くことは私も得意なんだよね。もういい。ここをむちゃくちゃにするつもりはなかったけど、君たちは少しも気にしてないみたいだね。じゃあこの一幕はもっと騒がしくしてあげよう。粉砕の一幕。ちゃんと言ったよね。これが私の全てを支配していた人？君に失望するほど5万年間の拘束に対してより憎しみを感じるだけだ。
ぐに退場しないでよ、親愛なるお客さん。本当のクライマックスは今から始まる。よくもさあ、もう終わったよ。これから何をしようとしてるか教えてあげようか。君たちを他の思考領域と共に分割するのをやめる。君たちをここに閉じ込めるんだ。この暗闇で私と共に永遠にだ。あの5万年の時間のせいで君はそんな風になったの？確かにそれは私が悪かった。ああ、それは正しい。でも、忘れないでよ、私の正体を。ただ閉じ込めただけでは私を変えられない。最初から私は純粋な悪念だったからね。外に出ただけだよ。もし君のいる領域は悪念を閉じ込めるための場所じゃない。あそこに存在したのは、どんどん入れられたのは、それは、私の、私の自信と自慢だ。アイデア、火花、過激な考え、それから私なら全てを変えられるという自信。残念なことにそれらはあの時代にも人類の文明にも向いてない。バカバカしい。そう思ってる？信じなくてもいい。ただ君に教えるべきだと思ったから。君もなんとなく気づいてたでしょ？だからこそ私は君のしたいことを理解し、次の行動を予想できる。なぜなら、何かを変えようとする人の選択は永遠に変わらないからだよ。何？まさか私がいい人だって言いたいの？だったら私は今両手を挙げて泣きながら反省するべきなの？まさか今の君は確かに悪人だよ。もしいずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。けど、今の君の道を歩いた可能性だってある。話は終わった？うん。私が犯した過ちは、私が決着をつける。自分だけを信じる君。そして、絶対に自分を信じない君。こういうことがしたかったわけじゃないけど、言葉よりもっと現実的な演出で説明を始めよう。これは！あいつ消えた？
解きに付き合う暇はない。彼女が消えたなら君から始めよう。ようこそビルビーの単独ショーへ。な、魔術師？ありえない。私はちゃんと。すぐに結論を出さないでね、可愛いお客さん。ぼんやりするのは。だってこれからもっと大きなサプライズを目にすることになるんだから。あ、分かってる。何度も言ったはずだよ、こういうことに興味はないんだ。学者を呼ぶときにいつも間違えて私を呼ぶのはやめて。ああ、ごめん。じゃあもう一回やり直す。これがサプライズ。開演の時が来た。おや、間違えて二人も出しちゃった。まだ始まったばかりだよ。二人を同一視するとは。砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだ。ええ、私と彼女の差は太陽と月のようだ。二つの光は同じ場所から出てるけど、実際は四人だけどね。シドリ、バッン。これは、いや、君だ。君がずっと思考を分割し直して私の能力を壊してる。正確に言うと、彼女たちになってから分割してるんだ。もともと私の頭の中の思考だし、君に壊されても簡単に見つけられるでしょ。私のことを自分を信じないと言ったね。違うんだ、我が名はレギオン。こんな感じだからこそ私はビルビーなの。楽しみに待とう。全ての私が集まって螺旋になった時、私がそう望めば私にはそれができる。し、君、よくも描く。ごめん、君の体。どうやったんだ。私はただ、持ってるすべてを導いて、君の持ってるすべてと、最も簡単でストレートなぶつかり合いをしただけ。その二者の分量を比較したかったんだ。嘘じゃないよ。だから、これがその結果。実際、私は一撃にも耐えられなかったの。わからない。あの時、私たちは月で死んだ。そうでしょう。それもわからない。けど、多分そうだろうね。私たちは。私たち？ふっ。君自身と私たちを同一視しないで。私たちは雲の足だ。君とは違う。君は。え？君。気づいた？一応自分を何度も分割したから、今の私はみんなと同じように足になったみたいだ。どうして？ただ最後に残ったみんなとちゃんと別れを告げたかっただけだよ。残った自分とね。その結果を知ってるんだよね。もうすぐ、私も君と同じように完全に消える。でも、その前に、自分の計画を十分に完遂させられる。またこの質問だけど、
彼女は私たちじゃないのに、どうやったらできるの？はいはい、わかった。君がそう信じたから。そうだね。その通り。私だって、侵食の律者を倒せるはずだった。私一人だけで。もちろんだよ。だけど、それはみんなにとって最善の結末じゃない。君は私だ。その約束の重さを知ってるはずだよ。それで、もう終わり？うん。また。また？できれば、二度と起こらないように祈った方がいいよ。やっぱり、相手の目を見るのは苦手だな。これを君の方に置いたのは、最も穏当なやり方だった。何せ、私だけが君を止められるからね。さあ、これが最後のプレゼントだよ。これを持ってエデンのところに行って。絶対に落とさないようにね。ああ、おそらくもう助からない。出発する前に予想はついていたはずだ。そうでしょ？それでも急がないといけない。私は自分が完全に消える前に、君をビルビーの思考から送り出さないといけないから。うん。それが君がこれからする二つ目のことだよ。君に話した侵食の律者に勝つ方法をまだ覚えてるかな。古の楽園を建造した時、専門家はいつもの癖でプログラムを残した。ある意味、それはミスなく成し遂げられるだろう。わざとかどうかはわからないけど、私たちが気づいたとき、侵食の律者はすでに正しく脅威を排除し、このプログラムの唯一の起動条件をなくしていた。でも、それはあくまで現状にとってだ。こう言えば、理解できるかな。ヒントは結構わかりやすいと思うけど。理解できたみたいだね。でも、今の君はまだ気づいてないでしょ。この計画にとって君自身が、どれほど重要な役割を担っているのかを。けど、大丈夫。スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど。これが全てのパズルだよ。エリシアはいつもそう。全ての始まりであり、全ての終わりでもある。なんて不思議なんだろう。君がずっとしようと思ってたあのことが、最後はこんな形で、現状に全く違う意味を与えるなんて。そして、今、私が自分の計画の中でできることは、一つだけだよ。私の記憶が正しければ、指揮者は君にこの話をしたはず。彼女、本当は私も同じ。
でも今、もしかしたら君は螺旋の果てを見届けられるかもしれない。私たちは一つになり、完全なビルビーになる。私と全部交換した時のことを覚えてる？心を開けばいいの。こんな風にね、かわいいお客さん。これがマジックのコツさ。君が驚いた時にはもう全ては終わっていたんだ。よく聞いて。これが私の最後のステージ。そして君は私の最高の助手になる。退場の準備はできたかな？もちろん OK だよ。何せ永遠に終わらないステージなんてないからね。悪役の真似もしてみよう。さよなら、かわいいお客さん。こんな感じだったかな。うるさいやつだ。誤解しないで、自分に喜びを感じてるだけだ。木を打つ者だけが称賛される価値がある。そうだろ？ならいい。でも君がそこまで謙虚なら、君もうまくやったと褒めてあげるよ。調子に乗るな。おや、メイ、やっと私の番かな。それは難しいかもしれない。彼女はテレ屋さんで、自分の見た目に自信がないの。それに彼女の話すスピードだと、君は会話が終わる前に私たちと共にあの夜気になるかもしれないよ。仕方ない、状況が特殊だからね。こんな風にしかできないよ。で、他に言いたいことはない？何でもいいよ。道理で君の同僚が文句を言うわけだ。適当すぎじゃない？でもいいよ。ではさよなら。初めて会う相手にこんな話はおかしいけど、なんとなく君とはうまくやっていける気がする。そうありたいと思う。私の願いなのかもしれない。料理を振る舞う機会がなくて本当に残念だった。私に関してはこれ以上言葉はいらないはずだ。受け入れなさい、本当の螺旋の命を。最後はやっぱり私のところに戻ってきたんだね。螺旋の果てはその始まりである。とても合理的でしょ？真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。自己をバラバラにするのは自分自身になるため。対立を作ったからこそ統一できる。さあ、持って行って、メイ。本当の螺旋の命を。これが、私が完成させられる、すべての配置だ。私にできることは、きっと君にもできる。そして、すべての謎を明らかにしよう。
そもそも私は詐欺師だからね。初めて会った時、君が私の部屋に入ってきたあの夜、すぐに気づいたんだ。このお姉さんには秘密があるようだって。秘密というより、嘘かしら。いや、ただの秘密だと思う。ひどいわね、美しい少女をお姉さんと呼ぶなんて。私たち年はそう変わらないのに。むしろ私の方が年下かしら。まあいいでしょ、せっかくあなたが出てきたんだもの、気にしないことにするわね。それよ、対ケビン武装タイプ666、古の楽園を丸ごと削除できるなんて恐ろしい発明よね。ビルビー、その起動条件を真剣に考えないといけないわよ。うん、これは専門家の設計だけど私が決めよう。十三英傑が残したすべてのものに関わるし、全員一致も多数決もどちらも最善の選択じゃないと思う。それに今も想像できないんだ。一体どんな事態が起きた時にそれを起動しなければならないのか。ええ、少し困るわね。だからエリシア、私たちに物語を残すように働きかけたのは君だ。ならばそれにピリオドを打つのも君であるべきだと思う。それって私に決めてもらうってこと？そう、私が君のために用意したステージだと思って。君はビルビーの秘密を守ってくれた。私のことを誰にも言わなかった。だったら君の秘密も最も盛大な形で幕を開け、そして最高の姿で幕を閉じるべきだと思う。物語の結末ね。今まで一度も考えてなかったわ。ちゃんと考えないといけないわね。でも私の美的感覚で考えるとビルビーも分かってくれるわよね。答えは一つだけよ。なんとなく分かった気がするよ。私は君を信じる。